はい、どうも、ご視聴ありがとうございます。リボスです。今日はね、ポケットモンスター、DSP やっていきたいと思います。はい、ということで、今回ですね、闇の石と光の石と、あと目覚め石っていうね、三つのね、貴重な石を、無限にね、手に入れる方法っていうのをね、紹介していきたいと思います。はい、ちなみにですね、闇の石、光の石、目覚め石ってそもそも何ですかって話なんですけど、闇の石はね、闇カラスをドンカラスに進化させる。もしくは、まあ、ムーマをムーマージに進化させるのに必要なのが闇の石になります。で、光の石っていうのは、トゲチックをトゲキッスに進化させるのに必要なのと、ロゼリアをロズレイドに進化させるために必要なのが光の石になりますね。あと、目覚め石っていうのは、キルリアをエルレイドに進化させるもので、雪わらしを雪目の子に進化させるもの。ですね。これが目覚め石になります。一応ね、ストーリー上それぞれ手には入るんですけども、まあいろいろね、ポケモンを育成しようとしてたら、結構ね、やっぱ石が、いろいろね、まあ何体か同じポケモン作ったりとか、まあいろいろ作りたいなと思った時に、進化する石がなかったら、まあすごく不便じゃないですか。そう。で、このね、闇の石、光の石、目覚め石っていうのを、まあ、今回はね、まあ、無限に取る方法っていうのをね、紹介していきたいと思います。まあ、やり方は結構簡単なんで、ぜひね、挑戦してみてください。まあ、ちなみにこれをやってる間に不思議な雨とか、あとポイントアップとか、まあ、そういうアイテムをまあ手に入ったりもするんで、まあ、石だけじゃなくて、まあ、そういうアイテムをまあちょろちょろ手に入ったりするよってことでね、早速やり方をね、紹介していきたいと思います。はい、ということでね、物拾いを覚えるポケモンをね、ゲットしていきたいと思います。まあ、一応おすすめの場所っていうか私がやった場所なんですけど、まあ、この喫茶キシティですかね、雪のとこ来てもらって、で、こっから、まあ、大洞窟入ってもらって、氷のところがいいかなと思いますね。で、一応ね、大洞窟入った時に自分の秘密基地で、電気系と電気タイプとノーマルタイプの確率を上げる、まあ、銅像をね、ちょっと設定しておいてください。そんで、こっち行ってもらって、まあ、これ氷が2つあると思うんですよ。まあ、どこでもいいんですけど、氷だったら。氷のとこ行ってもらって、氷がこれ、吹雪の空洞か。まあ、ここに行ってもらったら、ここにね、ゴンベとパチリスが出るんですよ。確率なんで、もう運なんですけど、ゴンベとパチリスを出るまで、まあ、ひたすら、行って入って、入って行って、みたいな感じで繰り返して、で、ゴンベとパチリスを捕まえましょう。ゴンベとパチリスは、物拾いを持ってるんで、まあ、両方ここで出るんで、もうあとは、ひたすらね、出るまで粘りましょう。こんな感じで、パチリス出てきましたね。で、まあ、捕まえてください。はい、ということで、ゲットしました。これが物拾いだったらいいんですけどね。逃げ足でしたね。今回ハズレでしたけど、まあ、こんな感じで、撮ってもらったらいいかなと思います。まあ、こんな感じでね、物拾い。まあ、今5匹いるんですけどね。はい、まあ、こんな感じで、ちょっと地道に集めていきましょう。ちょっとね、これ、手間ですね。はい、正直手間はかかりますけど、ちょっと頑張って集めましょう。はい、それでは、準備ができたところでね、行きたいと思います。ですね、まあ、とにかく敵は弱いところでもいいんで、201番道路、一番弱いところ、一番最初のところですね。ここに飛んでいきましょう。はい。で、パーティーは、全員物拾いです。はい。こんな感じですね。これで、あとはひたすら戦闘するっていうだけですね。はい。最初はね、これ物、道具、誰も持ってないんですけど、戦闘してたらこれがね、どんどんいっぱいになっていくんで、ちょっと見てみてくださいね。で、早速、戦闘していきたいと思います。これだけですね。ただの草むらで、一番、なんていうか、雑魚いというか、一番弱っちいこういう野生ポケモンね。ただただひたすらにやるだけ。もう連打でね、倒しちゃいましょう。ちなみになんですけど、物拾いってね、物拾ってきても何も言わないんですよ。なんで、そこだけ注意してください。うん、まあ、いきなり拾ってきましたね。はい。こんな感じで、傷薬今拾ってますね。はい。こんな感じでね、物拾い、どんどん拾ってきます、こいつら。みんないるんで。6人いるんで、もう多分、毎回拾ってくるぐらいの勢いですね。1人 10% なんですよ。で、6人いたら、まあ、誰か拾ってくるんで、60% ぐらいで。まあ、あとはひたすら、これ繰り返しましょう。
はい、っていうことでね、ちょっと何試合かやったんですけど、なんかもうほぼほぼ持ってくるみたいな感じで、もうどん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 こんな感じで、アイテムね、どん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 、ひたすら取ってきてくれるんで、まあ、これをね、しばらく繰り返しましょう。もうすごいです。だから溜まったあれなんで、持ち物は適当に、なんていうかな、回収してください。持ったままだったら、ね、拾ってこないんで。たまに持ち物をこうやって。もうむちゃくちゃすごいです、これ。どんどん増えていきます。はい、ということで、実際ね、まあ、50回ぐらいですね。まあ、大体50回ぐらい。多分5、60回ぐらいかな。の間、私実際やってみて、まあ、手に入ったアイテムなんですけども、ちょっと待ってくださいね。肝心な石系としては、目覚め石が、まあ、一つ。で、光の石が、まあ、三つ。と、あと、闇の石が一つですね。これ二つ持ってますけど、一つですね。もともと一つ持ってたんで。はい。ゲットすることができましたと。まあ、まあまあじゃないですか、確率的には。うん。まあ、ただ、結構ね、運なんで、これ。まあちょっと人によっちゃね、もしかしたらハマるかもしれないですけど、まあまあぼちぼち出るんじゃないですかね。うん。そんなに出ないってことないですね。割とどん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 アイテムね、6体いたら、どん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 アイテム拾ってきてくれるんで、まあそこそこ、やってれば、まあなんかテレビ見ながら、ちょっとまあ適当にね、ぐるぐる回って敵倒してれば、まあ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 手に入るのかなと。現実的な感じかな。1時間ぐらいやったら、多分ね。というふうには思いますね。はい。他にもね、その金の玉とか、あと、なんだろうな、不思議な飴、あとポイントアップ、あたりも手に入ってますね。あと、なんか回復、満タンの薬とか、そういう回復系と、あとスプレー、ゴールドスプレーやったっけな。なんかそういうのとかも、超手に入る。あと、元気の塊、そういうやつね。うん、もう結構手に入るんで、まあ、ガンガン割とアイテムは手に入るんじゃないかな、というふうに思います。なのでね、まあ、こういう闇の石とかね、目覚め石とか、まあ、光の石とか、まあ、そういうのを探してる方は、こういう感じでね、物拾いのポケボン6匹集めて、まあ、適当にね、雑魚割りしてたら、まあ、結構ね、手に入るんじゃないかなというふうに思います。まあ、確実はね、どうしても運はあるかもしれないですけど、まあまあ、ぼちぼち手に入るんじゃないかなと思いますね、6体いたら。はい。で、一応まあ、レベルが高い方が、その、いいものを取ってくる確率が上がるみたいな感じの仕様が、まあ、昔の、ね、ダイヤモンドパールとかにあったんですけど、まあ割と別にレベル低くてももらえるみたいですね、今作は。はい。なんで、まあ、ぜひね、皆さんも試してみてください。ちなみにですね、私のチャンネルではこんな感じでね、ポケモンの動画とか、まあいろいろライブとかね、いろいろやってます。もしよかったらね、チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それじゃあまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。